買ったねなんで俺なんかさ家の教えっていうか実家にいた頃のこのしゃもじさどうしてるいつも炊飯器に刺さってる横にあ横にあ刺すとこたまにあるやつあんななんかこのご飯取るだろで外に置いといたらカビカビになっちゃうなるなるなるだから 絶対にしゃもじは炊飯器の中に入れろって言われてた。ああまあそういうのもあるね。でちょっと前に買った炊飯器がこの付属のしゃもじがギリ入んないんだよなんか中に。何これってなってギリ。ちょっと入るっちゃ入るんだけど蓋が閉まんなくなっちゃうの。中に入れる想定じゃないんだろうね。だからちっちゃいしゃもじを買って 入る入るねでもあれだよね入れとくと上げて掴むときにびしょびしょになってるでしょああなってるし熱いめっちゃ熱いよね熱いと思いながらそってんだよやめればマジでやめればでもずっとそうなのよ岩池はめっちゃ熱いだってもう保温されてんだからしゃもじみたよそういうことだよね嫌じゃないいや嫌だっていうかでもしょうがないんだなどっちを取るかだよね どっちを熱いか,いかカぴピカピか俺でもあのしゃもじいっぱいこう使ってカピカピになってるの剥がすの好きなんだけどね剥がすって何ご飯粒ばっついて、うん、でもうパリッパリになってるやつを、うん、この指で人差し指と親指で両サイドからこう挟んで、うん、スーってやるともう使えないじゃんそしたらしゃもじだからそれもご飯終わったあとよ <laughs> 次の日とかバリバリになってう話じゃないわでもそれはもうでもそれは違うだってそれ保温してていやいや中に入れてても違う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 う違う話として俺はしてるからじゃあ今違うって言ってくれ違うこれ今言ってた岩井の件とは違うんで恐縮だけどっていういやそいんなことまで言わなきゃダメ シャ文字ね、うんしゃもじそうね、うん、だから違うんだそれでね、うん、俺はなんかイメージでしか自分家のしゃもじを、うん、大きさを覚えてなかったの買いに行ってるにもかかわらずだからもうこの炊飯器に入るサイズどんぐらいなのか、うん、でちょっと薄型のなんか絶対ご飯がこのつかないみたいなしゃもじ買ったんだよ、うんうん、そしたら あの、その、ジャーの釜に、ギリ入んないんだよ。うん、最悪じゃん。マジで同じぐらいのやつ買っちゃった <laughs> 最悪じゃん。うん。何してんのそう思ったね。俺何してんのうん。<ー> <laughs> どうすんのそれ。なんで俺って、ちゃんと調べてから買いに行かないんだろう。そうね。なんか、そういうことちゃんとしてそうなんだけどな。いや、もう、思っちゃうなんかその、大体分かってますって。うん。 過信家の俺の炊飯器だよってすぐ過信しちゃうんだよなわかるよサイズはってうんいやでもんだろうなだなそれ最悪だな買うんもう一個買わないダメじゃんんか知んないけど入らないの2つあんだよまあもうだから入れずに使うかだねそれはもうんか小皿みたいな置いといて。 まあそうねそこに置いとくかよくおばあちゃんちだとなんかさ、うん、なんか器に水張って入れてた,れてたね、うん、なんかそうそう、うん、それで一番いいんだけどねご飯つかないしね、うん、なんかキモくないそれなんかその水がうん腐ってきそうじゃん水が腐ってきてる、ね、水が <laughs> どういうこと水が腐ってきそう一回の食事で使い切るわけじゃだってえあ え、一食で全部ご飯食べ終わんないじゃん。食べ終わんないけど、水は捨てるでしょそれは。え、でもだから、言ったら、うん、そャしゃもじ入れとけばさ。うん。ずっとじゃん。でも、握ってるぞ、お前、手で、しゃもじ。そこに気づかれると思わなかったね。<laughs> <laughs> みんな、みんな思ってたよ、多分。俺、そこに気づかれ <laughs> ないように話してたのに。<laughs> そこにたどり着かれないように。 お前が、その指で、カピカピのとこピーってやるのを、指でやっちゃってるから、もう使えないじゃんって言った時も、俺はもう持ち手を持ってるところを、ジャーに入れちゃってるけどなってことは気づかれないように進行してたのにな。気づかれるとはな。俺の負けなよ <laughs> <laughs> 何か心理戦が、<laughs> <laughs> <laughs> こうしゃもじで、心理戦行われてた <laughs> ここで。クソ。ーホームズ、お前の勝ちだよ。<laughs> <laughs> 俺も最初はネタさしゃもじホームズ, <laughs> ーームズ一番最初に気づいてましたよ <laughs> そ<う>一番最初に言おうかなと思ったけど手<ー>ね、まま、持ち手のところがご飯についちゃってるんじゃないのね,いねそれだからご飯につけるまでいかずに、うん、ちょっとちょっと浮かせてというか、うん、サイドにこう取っ手は立てかけて、まあうん、みたいなことは 立てかけてちょっとご飯に突き刺さってる状態ででも何かあったかいじゃんじゃん中ってだから殺菌みたいなされてんじゃない生きられないっしょいやだから別にいやそれうんだしそうじゃなくても別に手で握ったぐらいのがついたところでそれ食べても何ら問題ないと思うよ別にそんな殺菌とか無理してなんか。 頑張らなくてもいいよいいよよそんな,もうそ,んなもうその持ち手が入っちゃってるじゃんっての気づかれた時点で俺の負けなんだからよ <laughs> いやいやでもこの殺菌もされてると思うよ,ういいよ殺菌もされてると思うしういいそのぐらいの菌食べても全然問題ないからうんうん人間別にも大丈夫だ俺はもう執刀する <laughs> <laughs> 罪だと捉えてもそれを。<laughs> ジーンとガバーナあの香水のせいだよ <laughs> レッツゴーでしたって。<laughs> <laughs>